はい、どうもタンタンです。こちらユーズド品になりますが、非常に綺麗な状態の角前ウクレレ入荷してきました。こちらはスタンダードの本当シンプルな OS-1 というモデルですね。おそらく2016年なのかな、そのぐらいのモデルで、まあ今の仕様ではなくて、前のこの内側にロゼッタがこう一周サウンドホールの内側にこう黒いセルが付けられたタイプになっております。OS なので、まあ、通常の、まあ、ソプラノとコンサートの間ぐらいのサイズ感ですかね。はい、でもちろんこのレレチューンはしっかりとついております。で OS1 なので、これ角前うちに入っ今まで入ってきたやつでも、まあ、大体2とかハワイアンコアのモデルが多いんですけれども、1こちらマホガニーのモデルなんですよね。あんまり数を作ってなくて、最近もずっと入ってきてないモデルなので、非常にまあ珍しいかなと思います。ペグはまあ今ついてるのと同じ黒いこの UPT のペグがついております。明るい感じの音色でしっかりと鳴る印象ですね。で、まあ、レレチューンもついてますんで、ピッチなんかはね、こう弦とかにも合わせても、しっかりと調整の方もできる、そういった感じになっております。自体がしっかりとなる感じがすごいしますね。弾いててもこうネックの方まで結構振動してくるような、そんな感じの一本でございます。まあ、ユーズド品になりますが、それほど使ってる感じもないかな。特にこういった傷なんかもこう見当たらないですし、まあ、軽いこう弾いたね、ちょっとしたスクラッチとかがあるかなっていうぐらいで、かなりコンディションの良い角前ウクレレとなります。ということで、こちら角前の OS-1 ですね、マホガニーの OS モデルのユーズド品でございます。非常に綺麗なコンディションですので、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。